チーズをさーっと。どうもゆうじろうお兄さん、キョウシですということでですね、今回はですねまだ一滴も飲んでないんですけども、思考シリーズでございます。思考シリーズだからお酒は飲みませんって言ってた頃もありましたね、初期の頃。そんなのもどこ吹く風でございます。ということで今回はですね、思考のチーズダッカルビやりたいと思います。チーズダッカルビ皆さん食べたことありますか？意外とね、食べたことない方もいらっしゃるんじゃないかな。一昔前に流行りましたよね。まあ要は甘辛く炒めたお野菜とこの鶏肉をですね、チーズ拭って食べるっていう、そういう、レシピなんですけども、お店とかだと大体鉄板とかホットプレートとかでやるんですよね。なんですけど僕はホットプレートじゃなくてフライパンでやります。なんでかっていうと、その方が簡単だし洗うの楽だしということですね。今回は、なるべく少ない材料でですね、お野菜ががっつり取れる最高に美味しいチーズダッカルビ、これの作り方をやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料説明いきたいと思います。まず鶏もも肉が 350g ですね。まあ1枚ですね。はい。で、キャベツが1/4個。だいたい 200g ですね。春キャベツは 200g ぐらいの。で、小さめの玉ねぎ1/2個。ニンニクと生姜です。これおろして使います。5g ずつぐらい。で、チーズね。ピザ用チーズで結構です。これが、だいたい 80g ぐらい。本来だとさつまいもとかね、入れたりしても美味しいんですけども、今回はなるべく少ない材料でね、作りやすいように作っていきたいと思います。で、今回はこれでやっていきたいと思います。至高のチーズダッカルビを作る上で何が重要か皆さん分かりますか？やっぱりですね、これ豪華にチーズがとろんっていうね、レシピなんですね。やっぱね、豪快さが大丈夫、いや、大丈夫じゃねえや。大丈夫じゃない。全く大丈夫じゃない。豪快さが非常に大切なんですね。なのでですね、今回は豪快さを、理解するために、豪快に飲み物を飲んでいきたい。豪快じゃん！やれんか！ほぼ入ってないんや。アルファ市場ビュー、ここに豪快に炭酸水を入れて、これ炭酸抜けちゃうから皆さん真似しないでください。豪快にいただきます。乾杯。このチーズタッカルビね、ハイボール最高に合うんです。ということでやっていきたいと思います。じゃあお野菜から切っていくわよ。まずね、玉ねぎなんだけど、ちょっとね厚めに切ってください。千切りじゃダメですよ。だいたいね1センチ幅ぐらいに切っていく。そこがね、玉ねぎの食べ応えが出るから、こんな感じで切ってください。キャベツね、芯の部分、芯の部分をねよーく炒めれば食えるんだよね。切って、ここ食べちゃう、食べちゃう。これはねざく切り、こんな感じ。これね、小さくあるよね、金のね、すっごいラグラグラ。玉ねぎとキャベツはね、大体の家に常備されてるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。で、ニンニクは、皮を剥いて、あとでおろしていきますから、皮だけ剥いてください。はい、そしたらですね、お野菜はこっちに置いといて。で、お肉ね。お肉なんですけども、チーズタッカルビだとね、いつも僕やってるんですけど、こうやって半分に切っていただいて、そぎ切りね、斜めにこう、切ってあげると、非常に食べやすくなると思います。こんな感じでね。できる方はね、もうちょっとね、歯寝かせてそぎ切りにしていただいてもいいんですけども、難しい方もいらっしゃると思うんで、そこまで、厳密に切らなくて大丈夫です。チーズタッカルビはね、結構味もがっつりついてて美味しいので、そこまで切り方にこだわる必要はないと思います。タレがうまいんだよねこれね。別に急がないでいいですからね。飲食店の職人さんとかだと急いで切ったりするんですけども、これ家庭料理なんで特にね早く切る必要ないです。はい、これで、切る材料は、OK です。はい、はい、じゃあですね、鶏もも肉ね、ここに、さっきのパックがあるからもうパック使っちゃいましょう。なんかボール使うとね洗い物増えるからね。はい、で、ここに調味料ぶち込んでいきます。まずね、砂糖小さじ1杯、砂糖小さじ1杯、あと醤油が大さじ1杯。はい、醤油大さじ1杯です。これ味の根幹作りますね。で、ケチャップ入れるんですよ、これ。ケチャップは、チーズタッカルビに必要な、フルーティーな感じを出してくれる。バーベキューソースとかにも入るんですけども、フルーティーな感じを演出してくれるんで、これがね、野菜と肉に合う。そして、コチュのジャンです。僕はね、チューブタイプのを使ってますけども、甘めのやつがいいです。僕は SB のやつ使ってますね。で、ここに。大さじ2杯。ね、コチュジャンがベースになってます、これ。なんでね、大さじ2杯入れてください。コチュジャンベースのチーズタッカルビダレです。はい、こんな感じ。
はい、そしたら辛味も欲しいんですよ。一味唐辛子、唐辛子っていうのは辛味もあるんですけども、旨味も足されるんで、辛さが苦手じゃない方は入れてください。これ小さじ半分です。で、辛さが苦手な方はちょっと減らしていただいても構いません。で、ここにカレー粉、これも SB のやつね。チーズタッカルビにカレー粉なんて入れないでしょ皆さん。これね、カレー粉あるとグッとね、味香り引き出されますんで、カレー粉入れてください。小さじ半分でいいですよ。半分だけ入れる。あんまり入れちゃうとカレー炒めになっちゃうんで、半分でいいです。フルーティー&スパイティー。そして先ほどねやったニンニク、これすりおろしたのを入れていきます。で、同様に生姜ですね。大体グラムで言うと5グラムぐらいって覚えてる。まあまあ、それ以上あっても全然美味しいんですけど。はい、こんな感じね。ごま油ね、ごま油の香りがね入ってると非常にチーズタッカルビっぽくなります。このタレ極秘ですよ。マジうまいんで、これ極秘っつってもまあやり方教えちゃいましたよね。はい、2、3、4、5。はい、うまみ調味料5振り、鶏肉のイノシン酸とこの味の素のグルタミン酸を合わせて相乗効果でうまみを足していきます。そしたらここでもみもみですよ。もしなんかこれやりにくいし貧乏臭くて嫌だっていう方はボウルとかでやってもいいですよ。はい、僕はこれでやりますけどね。で、よーく混ぜてください。トロッとした調味料が多いのでよーく混ぜもみします。で、欲を言うと数十分ぐらい漬けておくと味が馴染むんですけども、まあ急いでる方はねこのままね調理に取り掛かっちゃって全然平気です。このタレがまあうまいの。このタレがね絡まった鶏肉があればね、そこら辺の雑草でも入れても美味しいですよ。これがこのチーズタッカルビの味の根幹でございます。うまいんだこれ。意外とね皆さん、あのチーズタッカルビってすごく難しいようなイメージありますよね。でもこれ切って揉んで焼くだけなんですよ。簡単でしょ。全然家庭料理でいいと思う。お子様もね辛さ調整すれば大喜びですから。はい、じゃあこんな感じね、ちょっとタレにぶって、はい、こんな感じで、時間のある方は寝かしてくださいね。これで、ね、10分ぐらい寝かしてくださいね。はい、そしたら焼肉工程入っていきます。はい、ということでフライパン出しました。フライパン出す前にさっきのタレ混ぜ込んだので、めっちゃいい匂いしてるんですよ。このディズニーシーのあのアラビアンコーストみたいな匂いがするんで、これを嗅いで飲んでいきます。さっき混ぜた指がここにあるんで、これを飲みながら飲むとカレーっぽい香りがね、スパイシーな香りが香ってくるんだよ。これが無限ハイボールです。それではフライパンを温めます。まずで、温めたらここにはもう油絡まってますから、このまま油引かずにこれそのまま入れていいです。で、ジュワッといってくださいね。はい、そしたらタレはね全部ねよーくすくって入れちゃってください。で、そうするとここでこの鶏の油とかがね結構出てきますんで、これだけでうまそうでしょ。実際これだけでもうまいんですよ。で、できればこの皮目ちょっとね焦がしてあげると非常にいい油が出てくるんで、皮の面を下に持ってくるような感じでやってあげるといいかな。で、火にはね強火にすると結構焦げやすくなっちゃうんで中火ぐらいでいいです。それでひっくり返していくとあのちょこちょこと焦げ目がついてきますね。まずは鶏肉に焦げ目をつけていく。チーズタッカルビはね鶏肉の焦げ目がね非常に美味しいんでね。で、このタレは砂糖とか結構入ってますんで結構ね焦げが出やすいです。中火でねじっくりやるのがポイントですよ。あんまりね強火でやっちゃうと焦げ焦げしいあの苦い味が出ちゃう。ただ焦げもある程度であれば旨味になりますから、焦げたからといってですね悲観しちゃダメですよ。そしてこの焼けたタレの香りで飲んでいく。うめえ。で、ところどころ焦げてきて美味しそうに炒まってきましたね。そしたら今度はこいつを入れます。玉ねぎで、玉ねぎもさっきねザクッと切っただけだからこうやってバラしてください。このね玉ねぎの甘みがね、甘みとシャキッとした味もポイントなんですよ。チーズタッカルビにはこういう甘みの強い野菜が、だからさつまいもとかも今回入れてないですよね。まあ、なんでさつまいも入れてないかっていうと、僕さつまいも嫌いなんですよ。だから僕のリュウジのバズレシピっていうこのチャンネルにはさつまいも出てきてないやつ一回も。苦手な食材ぐらいあるよね。はい、じゃあこんな感じでですね炒まりましたね。感じとしてはもう鶏肉はもうかなり炒まってて、で玉ねぎがねちょっと艶やかで少ししなっとしたかなっていうぐらいの時に、今度ねキャベツ入れていきます。キャベツさ、で、フライパンはこういう中ぐらいのフライパンを使ってくださいね。フライパンでやるとフライパンのまま食卓に出せばいいので楽です。
ホットプレートとかでももちろんいいんだけどね。まあまあフライパンとガスコンロでも全然いいか。キャベツ入れるとボリューム感とね栄養価もアップしますんで、僕はキャベツ入れる派かな。でキャベツはやっぱり少ししなっとしないと美味しくないんで、キャベツ入れてからはもうしっかり炒めて、キャベツ入れてからね、キャベツがちゃんとしなっとするまで炒める。今結構かさがモリモリになってるの分かりますよ。これキャベツって葉物野菜なんで、炒まるとペタッとしてくるんですけども、ペタッとするまでね、ペタジーニになるまで炒めていく。結構辛口なのよね。なんで、苦手な方はカレー粉と一味唐辛子で調整してみてください。はい、僕は先ほど言った辛口です。はい、分かりますかね、かさ減ってるの。こんな感じ、全部こうペタッと全体が鶏肉とお野菜が結構馴染んだ感じになってきたら、もうねこれね真ん中開けちゃうんですよ。真ん中パーッとね、あともうでもうでしょ。でここにですよ、チーズをスワーッと、チーズをスワーッとやります。これですよ皆さん、これが見たかったんだろう。このチーズをトロとしたこのチーズの、お前たちは見たかったんだろう。あとはもうプク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 言わしたで、これね甘辛くてうまいんだよね。ハイボール必須だから、ハイボールじゃないけどご飯合いますよ。はい、甘辛いね鶏肉とチーズって合うから、それにご飯があればもうね何もいらないということで、チーズがいい感じにとろけてるの分かりますか、これ皆さん。そしたらもう完成でございます。こちらで至高のチーズタコ完成です。それではできました。いただきますかっつりいっちゃう。あーうまそう。じゃあいただきますよ。いただきます。うわ、待って、めちゃくちゃうまい。甘辛だれマジうまいね。カレー粉を使ってるんだけど、カレーというよりはかなりスパイシーなバーベキューソース。野菜うまっ。この甘辛にチーズが絡まると鬼にかなわれない。勝ち確定よなこれな。今日パーティーメニューみんな食べましょう。ということでチーズ宝ビーパーティー会場へようこそ。イエーイ。やばい。いただきます。いただきます。チーズかけてあります。すごっ。とろとろ。とろとろ。すごいな。うまっ。うん。この辛さがいいじゃん。キリッとした辛さがいい。これ先よりもご飯だから。めちゃくちゃ作るけど。確かにご飯っぽい。甘めだからね。オレンジはね。でも、ほんともうちょっと甘い。先より味付けが好きだ。チーズカレーね、これっすよ。チーズの言葉で考えて、タレを作って。チーズはね、もう溶けたらすぐいった方がいいね、これね。ずーっと加熱しちゃうと、下でちょっと焦げちゃうから。チーズ入れたら、ちょっと弱火にして、トロトロっとしたらもう OK みたいな感じ。シンプルだね、これ具だけでもめちゃめちゃうまいですよね。具だけでいい。おいチーズしたもんね。おいチーズ、おいチーズいい。まあさっきしましたでしょ。80g だと、チーズ好きにはもっと。いや、これはうまい。外でしか食べられないもんっていう若干イメージがあったから、手軽に作れるもんなんだなっていう。調味料はねちょっと多めに使ってるんだけど、まあ飲食店のタレを意識してるから、うんうん、なんだけど手間はそんなかかってない実は。そうだよね、ニンニク生姜とキャベツと玉ねぎと鶏肉、まあ僕の料理を作ってればあるでしょ家に。ありますね。パーリーでやっていただいたり、ご飯でもいいし、お子様も食えると。そんな辛くないよね。そうですね。これでも辛いって言われたらもう七味唐辛子を増やしてもらって、チーズタカルビアを新大久保に。いきなり激戦か。千葉で鳴らしてからじゃん。いきなり激戦区だけ。いきなりだよ。ぶち込むから。千葉客層が良くない。僕みたいなのがいる。じゃあフランチャイズ店募集します。お願いします。最近は虚無シリーズばっかり人気で、もうこのキャラクターはもう本当にもうダメなのかと思って、そうやってキャラクターって飽きられていくんだなっていう感じで、僕は料理界のドラえもんになりたいっすよ。いつまでも飽きられない。虚無シリーズとかだと、なんか料理はどうでもいいけど虚無の龍二を見に来ましたっていう人多いですよ。料理を見て、ちゃんと。僕はそんな見なくていいです。僕は何の変哲もないね、料理好きのおっちゃんだからね。